はいどうも、ヘビフロッグと申します。アメーバというものが存在しますよね。基本的に大きさが1ミリ以下で肉眼では見えません。決まった形はなく、まるでスライムが流れているように移動します。よく観察されますよね。ただ実は、その微生物としてよく知られているアメーバの仲間の中に肉眼でも余裕で見れる巨大アメーバと呼ばれているものが存在します。それがこちらです。何やら丸い紙にオレンジ色のシミがついています。実はこの紙についているオレンジ色の物体が巨大なアメーバの仲間です。このように見ると紙についたただのシミにしか見えませんよね。カチカチです。休眠状態で水につけると目を覚まし活動を始めます。気になりますよね。というわけで今回はそんな休眠状態にある巨大アメーバをこちらの水の中に入れて叩き起こしたいと思います。というわけで早速やっていきます。ほら。叩き起こしました。このアメーバは乾燥しないように、この寒天培地の中にぶち込みます。蓋をします。完全に目を覚ますまで数時間必要なので、このまま放置します。というわけで、1日が経ちました。だいたい20時間ほどです。さあ、叩き起こしたアメーバは目覚めているでしょうか？それでは、オープン。お！少しだけ目覚めていますね。ほんの少しですが、ここに鮮やかな黄色になった部分がありますよね。こちらが目覚めた巨大アメーバです。目覚めてる目覚めてる。わずか1日で目を覚ましましたね。よく知られているアメーバは大きくても1ミリほどしかないので、これでもとても大きいですね。ただ、これを見て意外と小さくね？そう思ったはずです。そんな時のために今回はもう少し成長したものを用意しました。それがこちらです。オープン！こちらです。この黄色い部分すべてがアメーバです。先ほどと比べてとても成長しています。実はこのアメーバ、一見止まっているように見えますが、時速数ミリから数センチの速度で移動しています。そして最適な環境で餌を与え続けると、このシャーレを飛び出してとんでもない大きさに成長します。面白いですよね。早送りすると動いているのがわかりますね。というわけで今回は巨大スライムを観察する動画でした。ちなみにこの生物は粘菌と言います。というわけで今回はこういう感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。